この世界は辛くて厳しいことばかりだから。撃ったらしょ！やめろ。みんなから愛される人になって、好き入りながら生きていかなきゃいけないんだよ。知らないくせに、お前なんか見たこともないくせに、巨人がどうやって人を。巨人と遭遇しても心が折れることはなかったっていうのか。まあ今となっては兵士になれるかどうかってとこだけど。分かってんだよ、戦わなきゃいけないことくらい。でも誰もがてめえみたいな死に急ぎのバカにはなれない。何をしておる、起きよ。だってノルマリアに巨人なんか全部ぶっ潰して。俺には負けない。こいつは本物の化け物だ。エレン、巨人の力とは無関係。本気で言ってるんじゃないよね。エレン、どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を復讐させることは誰にもできない。勝てなきゃ死ぬ。一つだけ頼みがある。勝てばどうか死なないで生きる。死なないさ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。世界に再び危機が迫っています。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。頑張って、お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。俺たちにはあの悪魔が必要だ。何をしてる、立てよ父さん。その行いが報われる日まで進み続けるんだ。死んだ後も。九つの巨人にはそれぞれ名前がある。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。神の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。大きすぎる。そこにある命を永遠にこの世から駆逐するまで。世界は滅ぼされる。何だったっけ、思い出せねえな。誰もがエレンは変わったという。私もそう思った。巨大な力に対し人はあまりにも弱い。でもそれは違うのかもしれない。それが人類が生き残る希望だと信じて。エルディア人がいる限りこの地獄は終わらないんだぞ。そう、あったかい。信じた結果がこのざまだ。エレン、市場を捨てろ。市場を捨てろ。俺がここに来て毎日思う。なんでこんなことになったんだろうって。心も体も蝕まれ、徹底的に自由を奪われ。俺たちもそうだった。ある日突然日常が終わって、何もかもが奪われた。あの死闘の結果がこの茶番だと。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？なぜだ、エレン。あなたは民間人を殺した。俺がこの世に生まれたからだ。エレン！ちょっと！エレン！お前が調査兵団を巻き込んだからサシャは死んだんだぞ。私はエレンの何を見ていたのだろう。他人から自由を奪われるくらいなら、俺はそいつから自由を奪う。もう誰にも止められない。死ぬ側の瞬間はもう間もなくです。島の悪魔が乗り込んでくる日が来たんだね。最悪なのはこの巨人の力をめぐって争い続けた2000年の歴史を繰り返すことだ。我
200年以上にわたり世界に迫害され続けた。世界を滅ぼす全ての敵をこの世から一匹残らず駆逐する。我々はもう自由だ。やった、世界に勝利した。進撃の巨人だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰れないとすら思っている。ああ、反撃の手立ては何もなければな。悪魔は過去が変わるわけ。忘れたのか、何をしにここに来たのか。これは持論だ。しつけに一番効くのは痛みだ。この手で、これでいいのか、これでよかったのか。どこからが始まりだろう。どこでもいい、全ては俺が望んだこと。ジーグ、エレインを止めてくれ。じゃあ対話が可能だとして、それでも虐殺をやめてくれなかった時はどうするの？果たして他に選ぶべき選択肢があっただろうか。全ては最初から決まっていたのかもしれない。この娘だ、この娘が言ったんだ。全ての自由を奪われるんだ。それでも考えてしまう。あの時、もし私がミカさん、別の答えを選んでいたら。お前はどうして俺のことを気にかけてくれるんだ。結果は違っていたんじゃないかって。お前の何だ。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった。ミカさんよりも。殺してやる。エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。俺とあんたが同じだと思ってたようだが間違っている。ルンの先の記憶を見た。しかしまさかあんな恐ろしいことになるとは。親父が俺をそうしたわけじゃない。あんたが望んだ哀れな弟はどこにもいない。俺は生まれた時からこうだった。もうエレン、あんたまた喧嘩してきたのかい。あのバカどもがけしかけてきたんだ。お前が母さんを助けられなかったのはお前に力がなかったからだ。俺に勇気がなかったからだ。俺が死んだ後あいつらの人生は続く。あなたのお母さんみたいに突然、なんで殺されるのかわからない人がほとんどなんだよ。わかってる。でも憎しみによる報復の連鎖を完全に終結させる唯一の方法は。そんなもん何度でも巻いてやる。憎しみの歴史を文明ごとこの世から葬り去ることだ。もう戦いたくない。この大虐殺の恩恵を受けるのは俺たちだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。本当にこれしか道はなかったのか。ずっと幸せに生きていけるように。